このパワースポット感が、苔がすごいな、これすげえ。この岩もだけどすごいな、すげえ。岩と岩の間を、いやこれすごいな。ちょっと今まで来たことのないような世界です。雨こそ降らないが、この湿度というかものすごいですね。はい、高崎駅でございます。この山岳線では、初ですね、この高崎駅に来ておりますが、子供からいっぱいですね、これね。親を待ちましょう。まあ、雰囲気は東北の入り口という感じの、まあ埼玉県大宮駅になんとなくこのロータリーの作りもまあ似てますね。まあ仙台もこんな感じですよね。なんか東日本ってこういう感じの駅の作り、特に東北に向けての、駅の作りはこういう感じが多いですね。逆にあまり西日本にはないのかもしれないですね。もう流行りなんですかね。はい、ということでね、今高崎駅の東口です。今から、12時半から、榛名神社行きのバスに乗って、行こうと思っております。1120円片道かかりますのでね、往復2240円、家族3人だともう6000円以上ですね、これね。一応ね、グンネットっていうね、カードが一応1100円分使えるカードが1000円で買えるのでね、昔はそれでね、ちょうど1100円で小銭にいらずで行けたそうなんですけど、今ちょっと20円、値段上がっちゃったそうなんでね、カードプラス20円払わなきゃいけないという、事態でございます。天気はですね、あいにくですね、これちょっとこう曇り空で雨も降るかなといった感じですけどね、まあちょっとくらい降る方がいいんじゃないですかね。雰囲気もいいし、榛名神社はね、パワースポットとしても有名な神社なんでね、ちょっと雨が降ったぐらいがいいのかなと思ったりもしております。はい、2番はあ、ここだね。すいません、榛名神社に行きたいんですけど、でなんか1000円のカード買うと1100円乗れるんですよね。で、でもなんか1120円なんですね、今。そうですね。だからそれは現金で入れていただければ、で往復するんですよ、はい、っていうことは、6枚買うってことですよね。そうですね。あ、じゃあ6枚買おうかな。はい、グンネット6枚、本郷でございます。神社到着、榛名神社でございます。着いた。結構かかりましたよ、結構かかったけど到着榛名神社。はい、この榛名駅の榛名小行きのバスに乗って今やってきました。1時間10分ぐらいですかね。結構止まってるね、バスがね。これ多分榛名湖に行くんだよ。榛名湖も行けるんだよ、ここから。ということで、ここがね、山道、結構きつい、この結構きつい山道を今から上がっていこうと思います。すごいですね。おはようございます。今日はですね、群馬県を榛名神社までやってきました。雨がね、降ると思ったんですけど降らないですね。積もってますね。ということでね、今日は今から榛名神社の方に行って、パワーポイントじゃなくてパワースポットしたいと思います。はい、はい、今から入ります。榛名神社に今から入りたいと思います。榛名神社様に、こちらに榛名神社、ちょっと待ってください。ここに書いてます。すごいね。でも
ここもすごいよ。いやすごいね。でもこれこれどう、このかっこいいよ、これ、これ誰もいないからまたいいね、これ頑張って歩こう。うん、おわすごいよこれ。春菜神社の危ない、おすごいね、この渓流が。苔がすごいな、これ。苔がすごい。クラカケイ。というか、うわすげえ、いやこれすごいな、ちょっと今まで来たことないよね。雨こそ降らないが、この湿度というか、いやこのパワースポット感がものすごいですね。すっごいこの渓流が素晴らしい。もうほんと花粉症の人には大変。次からもうヒノキになってきた。ああそう、え、まあ、もう杉出ないんだね。うわこれもすごいね、苔が、この杉の、はあ、すげえ。あーちょっとメガネ曇ってきた。休憩所、ここはちょっと休憩するにも、あすごい、ここなんか、うわこれすごいね、眺めが。あーなんか言ってたね、そんなんあるって。おみくじを引いて、これあれなんだね、ここでやるんだね。こちらでは引けません。これ何、これ入ってんの、うん、引くのはよいしょ、三重のと、これが、うん、三重のと、三重のとです。すごいね、この向こうの岩がまた、こっちこっち掘ってあるみたい。本当すごいね、うん、止まってる。いや素晴らしい、苔の感じも素晴らしいんですけど、この雰囲気がやっぱり全然なんか都心とね違いますよね。ここもこの岩、岩が、うわすごい、うわ最高だねこれ。すごい、うん、うわこの杉の木もすごいね、うわいいよこの岩、ね、何この岩、この苔が乗ってるような岩もすごいけど、うわすごい、ここも
すごいね、この滝。このやつ、いや、この滝もすごいけど、この杉もすごいね。うわ、この滝。すごいです、この滝。すごい滝ですね、これね。初めて見ました、この滝。そしてこの杉、あ、荒れてね、まだ。この岩もだけど、この横のすごいな。すげえ。ここがね、岩と岩の間を、これ何、いや今までのね来た神社とはちょっと違うね、やっぱりこの苔がすげえ。怖い怖い、この後ろが。ここからの景色も素晴らしい。ご主人の左、はい、左。あ、ここが、これがあれなの、本殿、本殿じゃない、参拝路。あ、ここ、こんな感じになってんだね、本当は。うん、でもなんか書いて おかげはありますって。本当向こうにこういう絵があります。食い込んでるね、岩の中。やっぱすごい。ここが寝込んでる感じがすごいな。ここやっぱり、ここがすごい。岩と岩の間もすごいし、雨もここには力及ばずといった感じが。第12号です、私。あとはこれは3社以上置いた方がいいってことですか。そうです、基本が3社、まず日本の中心の神様として神様の中心にも挙げてらっしゃる、次に大事なのが地元の神様、これをないがしろにしても神様です。ああ、この2つは、それは右側に置く。そう、それ以外に好きな神様を左側に置く。ああ、真ん中と右側は固定の神様という形で、左にあと増えていくって感じですか。そうです、重ねてもらって。これ今からやりたいと思います。私今これを今からやります。竹のとこあるね、2箇所。じゃあ俺ここでこれをこのしゃもじでやるんだな。このしゃもじで、このしゃもじ、しゃもじはお米を持ったく、あ、浸すんだね。それで今から浸したいと思います。この水にいただきます。お、出てきた、出てきました。小吉、花木求めて水辺行くべし、そこにある自らの行くべし。ジョークはトラブルを招く、軽いジョークはトラブルを招く。
笑いに病気は寄りつけず。やっぱ笑いがいいんだね。私一発勝負は地に落ちる。やべえ、一発勝負、一発勝負は地に落ちる。シルバーの実、写真撮ったんだね。夜のロマンは夜明けとともに去る。酒、タバコ要注意、安心せよ安産。まだまだ俺にはやり残したことがあるんだ。頼みますね。俺は気に落ちない。そしてね、牛、トラ、ウ、タツ、トラ、ネズミ、トリ、ヘビ、サル、あったあった、よしよし。もしっしあ、これが焼きまんじゅうな。雨は降らずでした。春名神社、何かここは場所がちょっと違ったような感じがします。ただ娘がエアポーズのケースをどっかに落としてきたのが気になっているようで、私も結構気になってます。あ、味噌伝でございます。味噌伝、はい、味噌伝、写真撮っとくか。味噌でな、うん、うまい、うん、甘いね、味噌は。うまい、やっぱこんにゃくうまいね。春名神社、参拝してまいりました。バス停が、あ、向こう側だね、あのそばのとこだね。バス停がなんとなく箱根とか、この元伊豆、何、あの修善寺とか、なんかそういう雰囲気だね。なんとなくここ中伊豆な感じがするね。ここここちょっとした中伊豆感がありますね、この辺り。これ何、これ吉本坊旅館、これ旅館なのかな。あ、旅館だ。昔はね、やっぱりこういうとこでもね、ようこそ春菜、春菜ってね、いいですよね、名前は。さあ、バス停です。はい、ということで、春菜神社行ってきました。なかなかこう、なんていうんですかね、苔が蒸している状態やら、まあすごい古い建物、年月、もうすごい長い年月をかけてできたような、そのようなものがたくさんありました。今から、高崎の方に帰りたいと思います。はい、もし、この動画が少しでも気に入っていただけた方がいましたら、チャンネル登録、いいねボタン、よろしくお願いします。僕の励みにしてください。お願いします。春名湖行き、今から春名湖行ってもしょうがねえからな、こんな暗いのに。さあ、まずは春名湖。ああ、楽しかったかな。バスが結構揺れますね。まあ寝ても大丈夫だね、今回は終点だ。はい、ただいまバス停車中、10分ほどこちらで待つそうです。今日は疲れてますね、もう。